はようございます。今日は ZV-1 マーク2を使ってちょっとお寺の撮影というか、いろいろちょっとアイテムが増えましたんで、ちょっとその辺も使って撮影していきたいと思います。ちょっと ND フィルターですね。 ND32 と ND120、 これ可変式で、これがこっちが2から32、こういう感じですね。こっちにアタッチメント、アダプターみたいなのがついていて、これで装着できます。と、こっちが ND8 から128で、ZV-1 マーク2使っていて、いまいちやなと思うところに、手ぶれ、まあ、歩きながらですけど、歩きながらとか走った、ちょっと小走りした時とかの手ぶれが気になるということで、こちらですね、買いました。これ、クレーン M2S 小型ジンバルです。まあ、これすごく小型なんですけど、ミラーレスも軽いレンズやったら乗るかなと、レンズによって乗るかなというところで、そのあたりもまた少し試したいなと思います。それとこっちですね、これはソニーのシューティンググリップ、これをね、こうこうですね、こういう形でやると、このズームボタンが使えるようになります。こう撮影しながらズームするのがすごく、ジンバルに乗せてると難しいんですが、これやと普通にできます。あとこのちょっと一脚ですね、コンパクトになる一脚、これもジンバルの下につけて、ちょっと高い位置からの、ショットなんかの時に使いたいと思います。今日はこんだけかな。あとはバッテリー、 ZV-1 マーク2用が2つと、GoPro ですね、今撮影してるこれ、GoPro 用が1つ。この今撮ってる GoPro なんですけども、これ、これですね、こんな感じですね、マグネット、これウランジの、マグネットホルダー、これですね、こういうのを首からぶら下げて、で服の中に仕込んで、こっちですね、こっちが磁石になってるんで、これでつけて、今日の撮影の様子をちょっと撮っていきたいと思います。はい、今日も ZV-1 の方はシネマティック Vlog 設定で、ルックがクラシック、ムードが今日はオートでいきたいと思います。はい、では三脚をリモートの方に変えて、もうこれペアリングしてあるんで、これでもう今ので、撮影開始。はい、今ジンバルフォローモードで、ちょっとこの景色をね、今が18ミリですね、18ミリからずっとズームしていって、で今デジタルズームになってます。
今これズームした状態で歩いてますけど、いいですねジンバル、やっぱりブレないです。上に向けてスライダーショットで、ちょっとこのフォローモードで歩きながら前進しながらこうカメラを上げていくというのをちょっと撮りたいと思います。ちょっとここで高いところからの高いところからのショットを撮ってみたいと思います。これで三脚伸ばしてこんな感じですね、で行きたいと思います。ちょっとここからフォローモードで、上下左右水中で撮っていきたいと思います。
今ねこっちに三脚、あ三脚じゃない、一脚つけっぱなしですけど、当然こっちでリモコン代わりに操作できます。こうやって横につけとくか。まあこれで片手で持って操作できますね。一脚伸ばして高い時から撮るときはもう思い切ってカメラを下向けに向けた方がいいような気がするんで、ちょっと一回試してみます。ちょっと下向け好きかな、ちょっと確認しましょう。ああ、思いっきりジンバルの影が映ってた。脚があるとこういうローアングルのショットも楽に撮れます。あとせっかくジンバルを使っているのでボルテックスモード、これで撮ってみたいと思います。はい、今ですね、撮影開始から1時間経ちました。ほぼ1時間ですね。で、バッテリーの残量があと1メモリ。GoPro の方のバッテリーがなくなってしまいました。ついでに ZV の方のバッテリーも変えときたいと思います。で、これこのプレートをずらさないと交換ができないので、ミラーレスとローニン使ってる時と比べるともうめちゃめちゃ手軽で、今1時間以上撮影してるけど全然手も疲れませんね。
ジンバルの方の電源はまだ一目盛りも減ってません。確か7時間とか8時間持ったような気がします。ちょっと今日は暑いんで1時間半ほどちょっとブラブラして撮影しましたけど、今日はこれで終わりたいと思います。この ZV-1 Mark II とこのクレーン M2S ジンバルと組み合わせすごくいいですね。軽いし、もう今もう1時間40分ぐらいずっとこれ持ったままやってますけど、全然腕が疲れてこないので、長時間の撮影にもいいと思います。あとこの三脚ですね、この伸ばしてちょっとクレーンショットがお手軽に使えるのと、あとこのリモコン、これもすごくいいですね。これジンバルついた時点でめちゃめちゃお手軽撮影ができなくなるんですけど、本当にまた旅行とか行くときはもうあんまり手ぶれとか気にせずカメラ単体で撮影していこうと思うんですけど、ちょっとした撮影ですね。ミラーレスを出すまでではないけど、ちょっと雰囲気よく撮りたいみたいな時に、この組み合わせでやってみるのは非常にいいんじゃないかなと思っております。今日もちょっと中途半端なレビューというか作例というか、あんまり喋るのが上手くないんで、なんとなくですけども、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあまた。